踊り子天南小は、里芋家天南小属の多年層。小型の株は、お花女をつけ、同一のものが大型になると、メ花ナをつける、死有に世種で、お株からメ株に完全に、性転換する。植物体の高さは15から30センチメートルになり、大きいものは40センチメートルになる。葉は、普通2個で同じ大きさ、時に1個のことがある。 傭兵と偽形部はほぼ同じ長さになり、普通緑色。偽形部の傭兵基部の開口部が、エリ状に開けでする。洋芯は鳥足状に、普通後商用に分裂し、商用間の端くはあまり発達しない。商用は楕円型から高大円型で、刃先と基部は次第に細まり、円は時に不規則な荒い挙手があり、中脈に沿って白斑が生じることがある。 花期は4から5月、葉より先に花蝶が伸びて展開する。花蝶柄は花時には、傭兵とほぼ同じ長さになる。仏縁法は緑色で、白色の像は目立たず、縁が紫色が上がることがある。仏縁法の後辺部はやや開けだし、玄部は長卵形になり、先は次第に細まり尖る。花蝶付属体は柄があり、淡い色で棒状になり、先端が膨らむことはない。 一つの死亡に6から9個の胚種がある。果実は秋遅くに赤く熟す。染色体数は 2N イコール28。日本固有種。本州の静岡県、山梨県、神奈川県に分布し、ブナイリンゲに生育する。和名、踊り子天南省は、踊り子天南西への意。タイプ標本の最終値は、静岡県田形郡天城湯ヶ島町の天城峠で、 村田人氏による命名。村田は和名は本種が伊豆半島の天城山より北側に分布することにより、伊豆の踊り子にちなんで付けたと述べている。種商名オプリーレは、ラテン語で4月のの意味。絶滅危惧アイエールイ2018年2月には、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内気象野生動植物種に指定された。 環境大臣の許可を受けて、学術研究等の目的で採取等をしようとする場合以外は、採取、損傷等は禁止されている。合わせて、商業的に個体の繁殖をさせることができる特定、第一種国内気象野生動植物種に指定された。本種は、湯本マムシグサーリサイマニコエンセ、中井サブスプ、ニコエンセによく似ている。本種の新種発表前は、 ユモトマムシグサと混同され、平凡社球館、日本の野生植物総本愛の初版には、ユモトマムシグサとして、本種の写真が掲載されていた。ユモトマムシグサとの違いは、同種は、偽セ部の傭兵基部の開口部が、エリ状に広がらず、偽セ部をぴったりと囲むのに対し、本種は、偽セ部の傭兵基部の開口部が、エリ状に開けですること、 果実の熟期が12月頃と極めて遅いこと等で区別される。ありがとうございます。